ごめんね、お待たせ。お疲れ様です。ちょうど肉焼き始めたところだったから。ありがとう。あれ、今日はお招きいただきありがとうございます。え、来たか、来ちゃったか。悪い、止めたんだけど無理だった。だいたい想像つくわ。ああ、こいつ妹の。はじめまして、妹の真帆です。兄がいつもお世話になっております。はじめまして、風花ちゃんですよね。話は兄から伺ってます。わー、ほんとだ、めっちゃ可愛い。真帆、声大きいよ、近所迷惑。ちょっとククル、邪魔しないでくれる。真帆は風花ちゃんと喋ってるんです。はあ、はい、始まった。はい、仲悪い。風花ちゃん、いい匂い。ククルは魚臭いのに全然違う。魚臭くて何が悪いの。漁師の娘が何言ってんの。風花ちゃんは都会っぽいんだもん、東京の香りがする。風花は岩手出身だよ。お兄ちゃん、彼女にするなら絶対風花ちゃんだよ。ククルは絶対ダメ。お前何言ってんだ。真帆、風花ちゃんみたいなお姉ちゃん欲しいんだもん。お兄ちゃん、風花ちゃんと結婚してよ。ねえ、どうして。ほんとこいつはもう学生女子、マジで無理。